ヤクルトのドラ1コンビキャッチボールを再開する。ヤクルト奥川が9日、屋外でのキャッチボールを再開した29日のシーズン開幕に間に合わせるのは厳しい状況。約2年ぶりの1軍マウンドを目指し、一歩ずつ前に進む。西舘も同様にキャッチボールを再開した。キャンプ中は焦らず、リハビリ、下半身や股関節周りのトレーニングに従事し、ようやくこの時を迎えた。奥川、キャッチボール開始、よかったよかった。もはや、キャッチボールが仕事みたいな記事になってきてるな。しれっと西舘もキャッチボール開始。西舘がキャッチボールできるのは朗報だわ。寒いから少しずつやってほしいな。奥川はまあ、妖精さんだから、いちいち気にしないのが一番よ。ドラ1の先発候補ばかりがなぜか、揃って滑り続けるこの怪奇現象。肩肘ではないけど、開幕には間に合わないってことだから、期待せずに待つ。放置するしかないんだろうな。記事めちゃくちゃいい笑顔してるやん。ファンザを愛する同志として、西舘くんの活躍を祈る。